ジェフリー・ライアン・ベリボーは、アメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンス軍、ジョンストン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2008年の MLB ドラフト18巡目で、シカゴ・カブスから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級アリゾナリーグ・カブスと A- 級、ボイシホークスで14試合に登板した。2009年は、A 級ピオリアチーフスで29試合に登板した。 2010年は A 級ピオリアと A 級デートナカブスで計46試合に登板した。2011年は A 級デートナと A 級テネシースモーキーズで計53試合に登板した。また10月にはメキシコのグアダラハラで行われた第16回パンアメリカン競技大会における野球競技のアメリカ合衆国代表に選出された。オフに40人枠に登録された。 2012年は、AAA 級アイオワカブスで13試合に登板した、あと、メジャーに昇格した。7月22日のセントルイスカージナルス戦で、メジャーデビューを果たした。オフに、ディーフとなった。2013年は、開幕を、参加の AAA 級ラウンドロックエクスプレスで迎えた。1試合に登板し、ディーフとなった。4月16日にトレードで、タンパベイレーズへ移籍した。 参加の a a 級ダーラームブルーズへ配属され、8月27日にメジャーに昇格した。2014年は自己最多の30試合に登板した。オフの11月7日に日米野球2014の MLB 選抜に選出されたことが発表された。2015年は5試合にリリーフ登板しただけであり、3年連続メジャーで未勝利、 防御率13.50と結果を残せず自前だった。11月6日に40人枠から外れ、自由契約となった。12月5日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2016年は、参加の A 級フレデリック・キーズと AA 級、ボーイベーソックスでプレイし、 二球団合計で31試合に登板して4勝、0敗にセーブ、防御率2.5466奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。12月15日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2017年は開幕を参加のトリプル A 級バッファローバイソンズで迎え、6月5日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。7月22日にディーフとなり、7月25日に40人枠から外れる形でトリプル A 級バッファローへ降格した。この年メジャーでは19試合に登板して1勝1敗、防御率7.4717奪三振の成績を残した。レギュラーシーズン終了後の10月13日に FA となった。 11月22日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2018年は参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズで開幕を迎え、4月26日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。5月4日にディーフとなり、7日にマイナー契約でトリプル A 級コロンバスへ配属された。5月29日に再びメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。6月2日にオリバー・ペレスの加入に伴ってリーフとなり、5日にマイナー契約で AAA 級コロンバスへ配属された。ありがとうございます。